じゃ戻っちゃうじゃん。あれあれどっちだっけ。あ、こう、なんかイメージ違うと違うここじゃねえ。前を曲がりすぎたか。大黒さん、大黒さん、
梅もどきですね。最近覚えた。うわー、この木もどき。すごい被害だな。車電は大丈夫なんか。もう一つ下にも祠あったな、確か。なかったっけ。重いな。やっぱ重いわ。きれいに草刈られてますね。ちょっと曇った日の方が影が薄くなって映しやすいのですよ。よし、邪魔。これは桜の木ですね。これ井戸かな。水を混合する。あ、水溜まっとる。さすがですね。痛すぎる。もうちょっと暗いな。足痛い。小石仏さん、石が当たってますね。やべ、元だけで時間食った。いかんいかん。よし。こう上の方にも仏像がたくさんあるんですよ。
してますね、はあ、美しい紅葉はちょっと早いけど、やっぱり美しい。なんて書いてある？願掛け？なんとか神だよね。ではないな。え？なんて書いてある？わかんない。そしてこっから青山高原が綺麗に見えるんですよ。ちょっとかすんどんな。動画結構並んでおります。天使堂最初に何とかあるかな。あ、痛い痛い痛い、出せない。うわ、そういうことしそう。やばいな、おい。テラスシャル。そしても男ないな。ああ、あそこか。あ、一番奥か。では上がります。上がらせていただきましょうか。よいしょ。見えない。やばい。見えない。ナム大使。炎上混合線香の香りがまだ残ってるような。閉まらん。ピート。
大黒さんかな、この黒いのは。逆よくてよくわからん。お遍路さんの記念とかも、般若心経ですね。ありがとうございます。時間が押してるんでね、もうどんどこ行くよ。椿綺麗、紅葉も綺麗。ああ綺麗だな。まあ、真っ赤とはいかんけど、ここにもなんかおらせるんだよね。扉は今日も開きません。よし、お稲荷さんです。2週間ぶりぐらい。あ、クモの巣が取れとるな。誰か掃除に来たんだね。ではお参りをします。ちょっとね、写真はこの間撮ったから、まあ今回はお参りだけで。でもこのサイズの子だったらすぐ取られちゃうんだ。しょうがないのか、それは。まあこの山の奥まで来る人も少ないか。よし、さて、これって屋根の上についとるやつやね。ですよね。よし、ではどんどこ行きます。すぐに暗くなっちゃうからね。裏にも屋根の上のやつがあるな。鬼瓦とか。はい、ここから下る道はちょっと崩落してよくわからんけど、
この辺。よいしょ。いきまーす。まだ明るいっしょ。あ、ここはさすがに前回のままだな。2週間ぶりだと思ったけど、しょうがないね。人手が足りないんですよ。ここもそのままだな。すんごいな、台風だよねこれ。根っこから丸ごとこけてる、この大木が。よいしょ、乗り越えます。サンサロです。右へ行くとハゼの方を入れます。で、左の方の巨石に向かいます。天狗松の巨石、短いと思った時意外と距離があるんですよね。上に登れるかな。あれ、またあれ、前あったっけこの木。なんとかこけたやつもあるかもしれんぞ。続いて通過。通い慣れれば全然楽勝なんだけどな。出っ張り踏んだ。崩落しとるぞ、やばいな。
前回より崩落しとるぞ、これどうなっとる。獣を通ってるからね、多分それで蹴っ飛ばして悪くなるんだよな。何分？あ、100につけとち。20分ぐらいまだ。45分ぐらいになったら切り替える。近づいた感じだ。それにしても倒木はすごいな。つまずいたらやらくってよ。よし、はい、きれい。よし、よし、やば。結構獣歩いとるな、ここ。まだだっけ？まあ一本道は構えまんとは思うけど、不安になってくるよね。なあ、あれこんなにこけてなかったぞお前。とにかく登るんだよね。二股になっとるけど、巨石は上です。出たー、出ました。時間帯は前回と同じくらいかな。日が沈みそうになった。すごいな。なんか。
うわぁ、でけえやな、やっぱり。でけえな、やっぱり。で、何がすごいかって言うと、このくぼみ、人が掘ったやと思うんだよね。このくぼみは手かけて足かけて登れるようにつまり修験道の修行にここを使っていたんです。同じもんが伊勢山上にもあるよ。岩のあっちゃこっちにくぼみが掘ってある。でもそうだよね。本当に登れたんかな。これよ、うん、ちょっと裏回りますよ、うん、中ってばあまり道がないんだよな。どんどん崩れていっちゃって、岩を割って生えている。すっごいやな。で、向こう側は何かというとゴルフ場なんですね。バンカーが見えとる。この上まで聞き倒れかかったんだ。恐ろしい。登れるかな。前綱がついておったんだけど、砂外してあるかもしれない。あ、あるわ。あるけど向こう側行っとる。よいしょと。まあ最もいつつけたかわからんような砂だから、腐ってる可能性がなきにしもあらず。怖いよな、そう考えると。ちょっと怖いよな。俺の体重何キロだっけ。怖いよな、本当に。でもかつても一回登っとるよね。すれてなったもんだな。これ桜だよね。すごいな。
枝が。あかんな。伊勢三条の練習せなあかん。伊勢三条の練習せなあかんけど。なんだ。どっかのおたけまえ。この辺か。ちょっとくぼみがあるね。よし。よし。もた。登ったからといって気が。登ったからといってそんなに見晴らしがいい、いいわけじゃないんだよね。気があるから。今何分？45分ぐらいまでいいんだっけ。すっげえなあ。こっちから登ってきたんだね。で、裏側にはゴルフ場がある。ちゅう感じです。よし、おりよ。ここは植林だから、まあそんなに紅葉も見えないんだよ。残念ながら。はい、降ります。どっから降りるんだ。行きと同じくぼみは分からんぞ。やばいな、降りられんぞ。この辺から上がったよね。どっかにくぼみがあったと思ったけど、あ、これか。よし、降りた。回れ。結局カメラ持ち込めない。まあしょうがないな。臨機応変に行きますよ。何か落とせんだ。
三条こんなとこばっかだもんな。焼き付き石とかもこんな感じでしょう。こっちかもやる。いや、やめとこう。ここが天狗松って書いてあるんだよね。石碑、石碑というべきか、コンクリートだなこれ。よし、降りよう。っていうか、ここでカメラ切り替えとこうか。うん、切り替えよう。ちょっとあっちには回れんな、この暗さだと。よし、こよし、よしとは言うのもだいぶ暗いな、おい。やばいやばいやばい、ずるずるやん。あ、やば、ほんと 100m ぐらいまくれ落ちてしまうぞ。こういう時には後ずさり戦法。動いた。やべえな、ライトつけようか。一応も通るな。よしとは言うのもだいぶ暗いな。やばいやばいやばい、ずるずるやん。あ、やば、ほんと 100m ぐらいまくれ落ちてしまうぞ。こういう時には後ずさり戦法。あ
動いた。やはりなら来ておこう。一応も通るな。これで OK。 いやでも、見えてる範囲がごく狭いからね。ほら滑る。もうこの床が嫌。マジ暗いな。あっという間に暗くなっちまう。夜の登山道なんて本当怖すぎるぞ。あ、怖い怖い。だから大きな山ならともかく、マイナーの山で日の出登山なんて絶対しちゃいかん。こんなんがいっぱいあるからね。これでも外で出たらまだ明るいんだけどな。より2時間ぐらい早く見積もっとかなあかんだね。こら、
あ、こわ、崩れとるし、おー、怖い怖い怖い、うわ、怖い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 、あっちの山が夕焼けだな。見たい気もするけれど、行くとちょっとやばそうだし、怖い怖い怖い、穴を見落とすなよ。漁師なんかシャレにならんぞ、こう道のないとこをか走り回らなかので、ちょっと触りだけ風道行ってみますか。左に曲がります。あ、こら、車輪だな、くらいと。崖っぷちだし、くぐる、あ、いてて、いてて、またぐ、
夕焼けに染まりながら順を見て、見てみたいけど、漠然と棚屋の もうすぐ見えるはずだけど、向こう側に出た。あ、怖い怖い怖い。山並みが見えてきている。うわ、ここは抜けなくっちゃね、向こう側に行けないから。うわ、こんな横だっけ。飛んでるじゃん。大丈夫か。もう一瞬見てとっとと帰るぞ。怖い怖い怖い。この下もっちゃう崖だもん。おい、やばいぞやばいぞやばいぞ。ああ、見えた見えた。見えたけど怖い。よし、ここでいいや。だいぶ暗いんだけど。ヤズさんが見えてますね。一枚だけ撮ろう。なもみ。何これ、何だこれ。
なのこれ。はあ、こんな時に。はい。お、五時の金じゃ、ちょうどタイミングだな。まさにお帰りの子、帰るわいつだよ、帰ろ。ああ怖い、しかし崖っぷちに立ったんだぜわし。さあ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 、よし、今度は枝か。やっぱりな、この辺本当に崩れかかった。もうカメラしまえよ。しまいな、本当に。やっぱここもちょっと迷いやすいな。嘘が二重になったので、こちらね、完全に日没だべ。さあ、よし、よし、よし、朝。完全に打ちますだね。いて、シャレにならんぞ。昔の人だって暗い中歩いたんだな。いくら前もって計
画をしてたとしても、よし交差点、これ何ちゅうこっちゃ。あ、でも映画自体は離れてんだな。よし、ここだよね、この上だよね。本当に言うと忘れた。登りました、登りました、到着。大志堂だったら弘法大師さんがなんだよね。暗い、マジ暗い。でも葉っぱは新しいな。やっぱり最近掃除に来てらっしゃる。さあ、本堂はお参りしたで、あれ明かりついてない、気のせいか。なあ、伊豆の弘法大師ですね。こちらにも地蔵さんが確かおる。お待たせしました。
あ、地蔵さんじゃない。これも工房さんか。座ってらっしゃるもんな。無事に戻ってこれました。ありがとうございます。この先もよろしくお願いします。この間よりもそんなくらいよ。ものすわ。やっべえ。もう日下まで降りられるかな、車。ちょっと怖いよ。勢いで来ちゃったけど、まあぼちぼち行くしかないね。ライトは行かんかった。
Thank you.